ピエール・ユリアンですね、失礼しました、ピエールのユリアンです、中堅です。対する、ヒロちゃんは、やはり中堅ですね。さあ始まりました、1ラウンド目。ディエールといえばやはりベテランのユリアン使いですけれども、非常に防御が硬いというところが有名な、スタイルです。アレックスはね、爆発力のあるコンボ、連携を見せるんですけれども、ディエールといえばこの硬い守り、ディフェンスに定評がある。メタリックからエイジス張っていってデラン空中、向こう側、戻ってきた。大パンチ、中足を見せる、ディエール、ジャックジャックから、大足、あー、止めた、出た、出た、これはエイジスからタックル、タックル、いやー、今の急角度のメタリック、お見事でした。まずはディエール、1本目。あー、大キック、出るところ、中盤潰した。これをウォーム、メタリックからエイジス、深め端押し込む、テーブルスマッシュ、一発のみヒット、向こう側に逃げていった、ケータンが戻る、いいや、サックル、ブロッキング、あーっと、しかし反撃としてはややついた、ブロッキング、メタリック投げていく、大足、もう一回出していった、あー、空中投げ、タックル、メタリック一発のみ消している、あゼロドット、さあどうするか、ここは一輪勝、ヒロちゃんオロ、一つ一つのね戦い方が非常に丁寧な、印象を受けます。タックルからエイジス、あ飛びに行きましたね、ドリブルスマッシュ2発、メタリックから、あー読んでいる、きちんと本体もジャンプしました。もう一回エイジス、ドリブルスマッシュ立っている、中盤陣中、ブロッキング、大パンチャー使って、さあどうするか、空中をひたすら待っている、あー大パンチで落とした、エイジス張ってどうするか、さあここで天狗一発逆転なるか、クロッキング取りに行ったピエール、決めた、ケイオーボム、いやー、やはりディフェンスに定評があるピエール、最後まで落ち着いている。もうね、天狗発動した時はかなり、ダメかと思ったんですけども、冷静にガッチリガードを固めていましたね。さあ、ピザフィースト軍団、これが、3人目になりますかね、雪男ホーキー、もう言わずと知れた、有名4人目ですか、失礼しました、副将雪男ホーキー、有名プレイヤー、非常に、アグレッシブな攻め、そして爆発力のある攻撃が特徴の雪男、しかしこの猛さ、いやー、ひどい目にあってますね。波動拳、空中竜巻めぐり、PA を入れていった、バンクか、容赦なくゲージをつないでいく、いやー見事な連続技、あーブロッキング、一発のみ、最後はめぐり、押し切る雪男。さあ2ラウンド目、大パンチで押し置き、あーっと天馬空人逆にタックル、メタリックがヒットしてる、タックルがテイブルスマッシュ、いやー圧倒的、残り時間91秒ですよ、見てください、9秒しか経ってないですよ、はい、持ち込んだ、ピエール竜巻2回パーソナルアクション入れて何を狙う、ブロッキング竜巻、もう1回パーソナルアクション、小竜巻でしたね、メタリック大巨ドッキング、
タックルはしゃがみヒット、足は先駆で逃げていく、リバーサルでヘッド、小竜巻を生で出していく、残空とメタリック、残空、ああ大バンチから空中、ああ竜巻です、あっとってブロッキング、最後よく、削りをねかわしたんですけれども、ピエール・ユリアン、さあ、副将雪男に対して、アルカイブキですね、お互い柔らかい同士ですので非常に早く勝負がつく可能性もあります。アルカが攻める、距離を詰める、もう雪男も攻める派ですからね、もうノーガードの打ち合いといった感じの戦いになってきましたな、まあ、そんなことはなくちゃんとガードをしてるんですけれども、印象としてね非常に激しい戦いになっています。竜巻 DS 通じ大パンチから竜巻インタッチシューキック、ジャンクを見せる雪男大きい中足、空中竜巻、大パンで追いつして、あっとブロッキングして、冷静に投げた雪男、やはり積み重ねた戦績は半端じゃありません。もうジャックジャックからこのしゃがみヒットは痛い、アルカブロッキングからイエスつむじ、アルカ押し返す、勢い止まりません。さあレガシーヒーローズ、これでもう最後ですね、ダーティーオロです、大将ダーティーオロ、対する、ブラビースト軍団副将の雪男大きい、1位2位決定戦です。そばっと先ほどとは打って変わって、空中戦を対応している雪男動き、投げていくリープ、リース大パンチ、大パンチもう一回、距離を測る雪男動き、大パンチから竜巻、あー中足は届かない、落ち着いております。あーっと波動から滅殺号波動、空中戦、怪しいシュート出しています、鬼山からスパキャンの天狗に持っていった、ここは押し切りたい、押し切りました、ダーティーオロー2ラウンド目、空中竜巻は冷静に空対空で演技していたダーティオロ、向こう側、ああ鬼山使っているな、中足から空中、竜巻です、めくり銀の中キック中盤金中、そして天狗、向こう側浮かせる足は先空、もう一回、いやー混同している、ベテランならでは同じですね、足はステップ3回初めて見ました、中足竜巻、さあ雪男大きい確かにリーチです、波動と相打ち、空中竜巻、竜巻取り直しはできませんでした、そばっと距離を取るダディオロ、距離を詰めるのは雪男、中足、足から投げ、ああ中足から滅殺号波動、こちらもヒット確認を狙う、中盤中キック、というわけで、
第2兄弟第6ブロック、1位通過ピザビースト軍団です。はい、それでは全チーム、全ブロックですね1位に出揃いましたんで、この後